古鉄売筆、エマアマエ正造明治9年、エマアマエ明治34年3月8日は、初夏、漢詩人、医師、幕末から明治期の京都を代表する文人、本性は下半氏、名は、清金、字は、英筆、後に正人、大海の人、大海国坂田郡中村の下半高村祭の、第六子として生まれる。医学を治めて、後、21歳で、 ニ那爺ジ,ジのエマリュエンの養子師となった。大阪に出て、小形コ安ンに洋楽を学び、柳川西岸に指示し、私文を学び、詩作に興じた。幕末維進期になると、実刑の板倉縁樹道や山中誠一、谷如意などと国事に奔走した。1868年には、東京で、明治政府の大上官に出資するも翌年致死して、京都に戻る。 1869年に開校した、私塾立名館では、塾長として、儒学の講義を担当した。1884年には、小堀演習が策定した台東トル園のある邸宅に、陰性。多くの文人と、千茶会、書画会などを通して交流し文芸にふける。同世代の神山法洋、大司法、監視陣の村上フッツさん、小野古山、書家の岩屋十六。 新人沈万寿天国家の山本武久も、小曽根剣道らとも交流した。還暦の記念に、新人画家の小鉄梅によって、肖像画が描かれている。大正6年、15位を追造された。息子の翔太郎は、医学者、その子の務は、歴史学者として活躍した。三子水名所書画会京都鴨川、急遽堂、熊谷直行主催。甘えの他に、 山中誠一、宮原治康、田野村直入、板倉園主道、村瀬幸京らが参加した。田尻左辺、増意所見伝造法番上特使増意年表 B43。ありがとうございます。